ジャンク。あ、カメラのセットの音がしたから来ちゃったね。ジャン君、生配信がもう終わろうとしている。ジャン君、なんかかじっておりますが、はい、ジャン君、こっちおいで。ここどうぞ。ジャン君、もうないよ、そこには。ジャン君、はい、ほら、タッチングしてもらえる。はいはい、やったー、はいはい、はいはい、やったー。どこ行っちゃうの。ジャン君、ジャン君、ジャン君。あ、カメラのセットの音がしたから来ちゃったね。ジャン君、生配信がもう終わろうとしているところで、最後にジャン君の絵にしたいんだって。そうなのよ。ポンちゃんはさ、あら、ずっと映ってたし、あと暗い、黒いから見えにくいのでジャン君かなって思ったんですけど、ジャン君。ジャン君ウロウロしててなかなか映らなかったからね、今日はね。ジャン君の最後、この顔を見ながらバイバイをしましょう。よいしょ。5、4、3、コタコタやっています。バイバーイ。2、1、0。やればよかったかにゃ。さあ、なぜこんなまどろっこしいバイバイの仕方をしているかというとですね、配信の、受信をする人によって、終わりの時間が違うという現象が起きるんですね。なのでしばらく無音でジャン君の、映像だけを残しといて、まあ、5分くらいしたら終わるんですけれど、バイバイっていうのを入れるとですね、終わった感が出るかなというところでした。